皆さん、こんにちは。大勢のアイドルが活躍した1980年代において、圧倒的な人気を集めた伊藤司さん。あの超大物タレントもファンだったという噂もあります。伊藤司さんは、1967年2月21日生まれ、東京都世田谷区の出身です。小中学校時代は、下北沢駅から数分のところに住んでいました。幼少期に母に勧められて、5歳の頃から劇団広場に所属し、子役として主にテレビドラマに出演していました。子役として活動していた伊藤司さんが脚光を浴びるきっかけとなったのが1980年のドラマ3年 B 組金八先生でした。同ドラマでクラスのアイドル的存在の女子生徒を演じ人気を博した伊藤司さん、撮影現場には中学2年生から高校3年生までいろいろな人たちが集まっていたそうです。そして伊藤司さんはその中でも一番年下だったので、みんなから可愛がられたそうです。あの加藤優を演じた直江喜一さんには一緒にバドミントンをし、よく遊んでもらったそうです。この番組がきっかけで人気も急上昇したのですが、困ったのは朝家の前にファンがたくさん集まってきたことで、学校に行こうとするとファンも一緒に学校までついてくるのだそうです。だからファンが来る前に出発しようとしてかなり早く登校したので、結局は先生よりも先に学校についていたと語っています。1981年9月に徳間ジャパンより少女人形でアイドル歌手としてデビューするなど大人気になりました。手掛けたのは音楽業界では有名なプロデューサーである三浦光則さんで、作曲を担当したのは南こうせつさんです。同シングルはオリコンチャート最高5位にまで達しました。1980年代を代表するアイドルに躍り出た伊藤司さんの陰には敏腕プロデューサーの力もあったようです。当時伊藤司さんは14歳だったこともあり、21時から放送されていた音楽番組ザ・ベスト10への生出演は叶いませんでした。そのため少女人形は7週連続ランクインを記録するものの、全てが VTR 出演という異例の対応が取られたのです。また1981年10月19日付のオリコンアルバムチャートではデビューアルバム司が息を射止める快挙を達成し、以降も3週にわたって息を独走しました。1981年12月1日には 2ND シングル夕暮れ物語をリリースしました。マイナー調の珠玉のバラードはオリコンシングルチャート最高9位を記録するなどスマッシュヒットとなりました。その後も現代劇を中心にドラマに出演し、時代劇にもレギュラー出演していました。1984年にはレコード会社を徳間ジャパンからビクター音楽産業に移籍、1986年まで継続して音楽活動をしました。1984年叙情漫画家三葉シッチ過去原作の小さな恋の物語でチッチ役としてラジオドラマやアニメで声優デビューを果たしています。2002年畜書房から発売された写真集でヘアヌードを披露、これが初のヌード誌ファンに衝撃を与えました。伊藤司さんの虜となったのは一般の男性だけではありません。噂によるとタモリさんも伊藤司さんの大ファンだといいます。笑っていいとものテレフォンショッキングでは伊藤司さんをゲストに呼ぶために企画されたともまことしやかに噂されています。タモリさんの思惑通り、伊藤司さんは同コーナーに1985年と1987年の2回出演しています。俳優に歌手、声優など幅広い活躍を見せ、世の中の男性を魅了する伊藤司さん。1994年に結婚しますが、お相手の情報は明かされていません。芸能人同士の結婚であれば必ず情報は出ますので、伊藤司さんの夫となったのは一般人のようです。気になる馴れ初めも明かされていませんが、幼馴染だと言われているようです。しかし1994年に結婚した伊藤司さんですが、人知れず離婚していたようです。離婚した時期は明かされておらず、いつの間にか伊藤司さんのプロフィールが独身になっていたのだといいます。結婚の時と同じく離婚についてもほとんど何も明かしておらず、もちろん離婚の原因も不明です。ただ以前
伊藤司さんがバラエティ番組に出演した際に家事をしたことがないことが明らかになっています。そのため家事ができないことに加えて価値観の違いが離婚の原因となったのかもしれません。結婚や離婚などプライベートについてあまり明かすことがない伊藤司さんにお子さんはいるのでしょうか。そこで調べてみましたが、伊藤司さんに子供がいるという情報は見つかりませんでした。伊藤司さんは結婚しても芸能活動を続けていました。家庭に入るよりも芸能活動の方を優先するために子供は望まなかったのかもしれません。1986年に歌手活動を休止し俳優業に専念していた伊藤司さん、それから約20年ぶりとなる2006年に歌手活動を再開し話題となりました。2010年には1980年代の芸能界を共に盛り上げた薬丸秀美さん、荻野目洋子さん、河合その子さんと化粧品の CM に出演しています。いつまでたっても話題に事欠くことがない伊藤司さんは現在も俳優として活躍中です。伊藤司さんを物語るエピソードとして次のような有名なものがあります。伊藤司さんと労働基準法に切っても切れない縁があるというものです。背景として法律上芸能人を労働者とみなすべき存在であるか否かという議論があり、みなした場合には労働基準法の適用が行われ、15歳未満の者の20時以降、16歳から18歳までは22時以降の労働が認められないというものです。彼女の時代にはこの議論がまだ成熟しておらず、テレビ局も手探りで自主規制として何時まで、また誰ランクまで許可すべきかどうかを模索している段階でした。このためアイドル歌手としてデビューし、15歳未満で歌番組でのベスト10入りも果たしましたが、当時のベスト10番組は20時以降からの生放送番組だったため、この自主規制によって生出演できなかったというエピソードがあります。例えばザベスト10ではスタジオに本人に代わって等身大パネルを置くなどの対策が取られました。後に伊藤司さん自身が明かしたところによると、本当は極度の上がり症だったため生放送の歌番組にはあまり出演したくなく、出演を断る口実として労働基準法を使ったというのが真相らしいです。後年そのことが大きな問題となり、若年アイドルの活動に大きな影響を与えたことについては後悔しているといいます。ただ少なくとも芸能界の働き方について一石を投じたことは間違いありません。ここ数年だけ見てもドラマや映画、舞台にバラエティと大忙しで、その活躍ぶりは1980年代に活躍したタレントでこれだけ忙しい人は数えるほどしかいないのではと思うほどです。伊藤司さんは日常生活や最新の出演情報などをツイッターに投稿しています。舞台でのオフショットからプライベートでの一コマまで、ファンにとって伊藤司さんの日常が垣間見える情報源となっているのです。また共演者との仲の良さが伝わるツイートが多いのも特徴です。80年代を代表する人気アイドルとして活躍し、現在は俳優として活動する伊藤司さん、今後の活躍にも期待しています。ご視聴ありがとうございました。この動画が気に入っていただけましたら、チャンネル登録、高評価をお願いいたします。